こんにちは、体操の先生です。今日はね、ひまわり畑にやってきました。めちゃくちゃ満開なのでね、いい動画が撮れるんじゃないかなと思ってます。後でね、空からも見てみたいと思いますので、最後までご覧ください。ひまわりなんですけれども、日の出の前に東を向いてスタンバイして、太陽が昇り始めると、その光の方向に合わせて東から西へ向きを変えるそうです。で、夜の間にまたね、西から東の方へ向きを変えて日の出を待つそうです。で、この動きはね、花を咲かせる前の動きで、花を咲かせると東に向いてもう固定されてほとんど動かなくなるそうです。だからね、このひまわり畑、今見てもらってる畑なんですけれども、えらいもんでみんなね、同じ方向も東の方向いてますね。これは見事ですね。いやー、でもこんなにたくさんね、花咲いてると、なんか見てるだけでね、元気もらえますね。いやー、ひまわりいいですね。動画でわかるかちょっとわかんないんですけど、ひまわりの花の中にね、結構蜂がいてますね。まあ全然怖くはないんですけど、ブン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 飛び回ってますね。それではね、たくさんのひまわりを見ていきましょう。Thank you.